こんにちは。本日は2020年の2月の12日、ここは上越新幹線と言いたいところですけれども、実は上越新幹線ではありません。在来線上越線のガーラ湯沢駅です。本日はガーラ湯沢駅についてのご紹介、今日はスキーしに来たんでね、あんまりゆっくりガーラ湯沢ばっかり撮ってるというわけにもいきませんけども、ちょうどですね、イオン系新幹線電車が2つ止まっておりまして、これ引退する時になったらね、もう貴重なカットになると思いますから、今のうちに撮っといた方がいいですよね。これ JR の都会の駅でよくなされる自動の案内ですけども、普通はね、列車の出発案内っていうのはホームとかの案内はしないで、音声ではね案内をしないで、基本的にホーム上の電光掲示板とかそういうもので案内をするんですが、お客さんの利用が多いようなところではこのような自動放送を導入しています。上野駅なんかでもよく在来線特急の案内とかはしてますけどね、多分やっぱ世界のお客さんがいっぱい来るから、音声での案内放送もしといた方がいいっていうことなんでしょうね。やってくる列車もほとんど1本ですから、案内も比較的簡単ですし、本日は凄まじい晴天の日を選んできましたんで、いやもう超素晴らしい天気だ、スキーも早くやりたいですね。しかしそれはもうちょっと後、まず先にガーラ湯沢の撮影をしないとね。こちらに見えておりますのが、上越新幹線のちょっとトンネルの名前わからないですが、この中を新幹線が通っているはずです。列車が通ったらブワーンと音がするんでしょうけどね。これ、トンネルの出口と、トンネルの出口の間の、いわゆる明かり区間、地上区間なんですが、ただしかしここからですね、外の、空気が入ってきたりとかして、線路の保守が大変になるんで、こんな短い区間なら囲っちゃって全部トンネルにした方が、線路の工事が楽だってんで、こういう風な、囲いがつけてあり、列車が、通る様子を外から見ることはできません。ただ、保線用にちゃんとこういう出入り口があってね、ここから中へ入る人も、おそらく JR の保守の関係の作業の方はいるはずです。ここもおすごいバリバリつららが凍ってますよ。このガーラ湯沢という駅はもともと上越新幹線の計画で作られているところではなかったんですが、このまっすぐ行ったところ、ほんのわずかのところにですね、もう越後湯沢駅がありまして、越後湯沢とガーラ湯沢の間は新幹線で3分、歩いても、15分20分ぐらいで確か到達できる距離だったんじゃないかなと思います。もう越後湯沢周辺の、高架橋なんかも見えてますしね。もともとこのガーラ湯沢駅というのは、線路の補修のための基地でした。向こうにトンネルがあって、そこからね、これ多分 JR の人の車だと思うんですけど、そういうものもたくさん置いてあって、トンネルの中にこう階段で入ったりの施設がありますが、これガーラ湯沢駅の方もこっちからこう見て、あ、列車が出るのかな。でその後向こう側こっちにね、線路がまたいくつかあるわけですよ。これ新幹線の車両基地なのかなというと、車両基地ではありません。車両基地にしちゃちょっと設備が貧弱でね、例えばポイントは手で切り替えるような形になっています。ちょっとなんかこうね、新幹線電車が通るにしては手動切り替えのポイントってなんだよ、つまり、新幹線をここに入れるための設備としてはもともとは作られていなかったんですね。ただ分割民営化して、じゃあ JR 社員が何か新しいことをやろうと、考えると、そういう機会が今の JR 東日本でも大変多いんですが、その時にじゃあこの保線基地を使って、スキー場裏に開発して、そして、そこまでのアクセスの駅まで作ってしまったらどうですかという思い切ったことをやり、そしてですね、東京から75分で行ける新幹線の駅直結のスキー場というものがここにデビューしたのでした。スキーってのは大体私はバスで行くもんだってイメージがありますけどね、皆さんもなんかそういう人は多いんじゃないかと思うんですが、スキーバス旅行ってのはちょっと過酷でね、やっぱり片道3時間とかそれぐらいかかりますから、日帰りスキーってなると値段はすごい安いんですけども、どうしてもいやちょっとハードルがと思いますね。それでも運動しに行くんで帰りのバスなんかねもうぐったり寝てて、あんまり問題にならないという場合もありますが、それに対して新幹線は楽です。一瞬で着いちゃいますから、もうゆっくり起きてね、そんな朝の変な早い時間に起きなくても、私今日ね朝の8時に、起きましたけど、そんなんでもじゃあ新幹線行ったりダラダラ行くかってんで、9時半の新幹線に乗って、11時前にはスキー場に到着ですよ。でそれでレンタルしてね、3、4時間ぐらい滑って帰る、もう楽々ですよね。ちなみに新幹線は今見ると、あれ今左側の線路入ってましたよね。左側の線路を入って越後湯沢に行ってましたけども、これは鉄道の列車運行では一般的に左側通行になるんですが、
実はこのガーラ湯沢駅と越後湯沢駅の間はあの右側通行もできるようになっています。このガーラ湯沢駅は、新幹線があのここに到着してですね、ただ置いておく場所としても現在では使っているようです。越後湯沢止まりの新幹線というものがあります。で、越後湯沢には車庫がもともとなかったんですが、車庫の役割も兼ねているということですね。ガール湯沢駅は、冬の時期しか、営業しないといってもゴールデンウィークまでやってますけども、しかしまあそれでもそのぐらいの時期までしかやっていない、期間限定の臨時駅ですが、実は夏の時期でも、越後湯沢折り返しの新幹線を止めるための施設として使われてはいるようです。さっきね、なんかウィキペディア見たら、ガーラ湯沢っていう駅の名前、もともとガーラっていう名前、ガーラ駅とする予定だったらしいんですが、あの地元の湯沢町から、いや、あの湯沢、ガーラ湯沢という名前にしてくれませんかというふうにですね、要望があり、この名前に決まったそうです。まあ、やっぱりガーラ湯沢行きの新幹線とかね、スキーはガーラ湯沢でというふうに広告が東京でいっぱい出たら、もう湯沢町としては湯沢町の知名度が上がりますからね、すごい嬉しいことですよ。駅でもね、さっきから聞いたことないような言葉がずっと放送されて、あ、改札口に早く来てくださいって言ってるな。あ、改札口が閉まっているから早く、閉まっちゃうから早く改札口来てくださいね、だって。あ、安全確保のためホームで新幹線お待ちになることはご遠慮いただいております。そうか、じゃあ早く行かないとな。日本語の放送がなされてないんでね、英語を頑張って聞き取らなきゃいけないっていう、なんか変な状態になってますよ。改札上がる前にちらっとだけ見てみよう。あそこがガーラ湯沢駅の車止めかな。あ、車止め、ああいう風になってるんですね。よし、じゃあ早く行かないと駅の迷惑になっちゃいます。でもこれ上がったところではなんかトイレとか行ってる人いたからまだ大丈夫そうだな。あ、なるほど、しばらく新幹線の発車がないんですね。次は14時38分までなら、そりゃまあホームも締め切りたくなるわ。乗車券と特急券はまあこんな感じです。あのツアーでね、ガーラ湯沢までの、 あの往復スキー切符みたいなのをあの7日前とかまでに買うと往復8000円でリフト券までつくんですが、普通に新幹線の切符を買うと往復6000円以上かかります。東京都内からになってるな。東京から越後湯沢までで乗車券買うと、距離が200キロ以下なので、東京山手線内から越後湯沢になるんですが、ガーラ湯沢だと東京都内からガーラ湯沢になる。まあ乗車券の金額とか効力は基本変わらないんですけどね。駅員さんにこれ今更ホームに言ったりしててね、あのこう切符くださいとか言うの申し訳ないから切符は渡しちゃおう。ガーラ湯沢駅の改札を出るともうすぐにスキーセンターという感じで、改札を出たらこんなカーペット敷きになってますからね。そんなあの駅っていうのは多分日本でももうここぐらいじゃないですか。駅を出たら目の前がカーペット、それはこんなに大規模に広がっています。で、あの緑の窓口はちゃんと用意されてるんですが、まあ、それないと困りますよね。近々ねダイヤ改正とかで、なくなる列車とかね、あの新しくなる列車などありまして、その列車の切符とか買いたいなと思って、まあ、今日はあの特に買うものはないんですけど、これもしかして、例えばダイヤ改正でね新しく走り出す列車の切符買うんだったら、まあ、1ヶ月前の午前10時に緑の窓口で、時間ぴったりに切符を買わないといけないんですが、まあ、最近はそういうことができる窓口も少ないと、言うんで、じゃあもしかしたらこのガーラ湯沢駅だったらお客さん少ないし、そんなことはねやる人も他にいないだろうから、ここでそれできないかなと聞いてみたんですけど、あの臨時駅で人員が大変少ないので、ちょっとそういうのは難しいと思いますねというお話でした。自動改札機は全部これあれですね、この時間帯は通れないように逆向きに用意されてるんですね。なるほどね、なるほど、臨時駅らしい。うちの大学の生協にもこういうのありますけどね、もうチャージ専用のチャッチー、こんな券売機っては言わない、まあチャージ専用機、こんなの置いてあるな。チャッチーとか言っちゃいけませんけど、ちゃんとこれだってチャージできるんだからいいんですけど、こうお札も、あ、ちゃんと1万円も対応してんだからしっかりしてるやつだ。ただお釣りは出ませんのでご注意ください。うん、ちょっとチャッチーかもしれないね。しかもチャージ専用機の営業時間ってのがあるんだな。18時終わっちゃうんだ。なんとも不思議なもの、普通の JR の駅にはあんまりこういうのはないですよね。駅のコンコースっていうのかな、ちょっとわかんないんですけど、改札を出るともうすぐ左側がですね、リフト券と か, なんかレンタルとかそういうものの受付をやってんのかな。あ、リフト券ですね。1日券が5000円、半日券は4000円、2日券が8000円。リフト券で結構な値段するんですよ。これタイ語、タイ語でしょ多分。タイの人たちもね結構雪が見たいということで、東南アジアは通年30何度とかありますから、雪を見る人たちで結構にぎわうそうです。顧客向けのお食事どころとかね、お土産屋さんとかそういうものが揃っていて、まあ、越後湯沢駅にもこういうのありますけどね、ガーラ湯沢のここも結構充実してるという話ですよ。
新潟県この地域名物南魚沼のコシヒカリブランドのお米ですね、高いお米を使った高級なおにぎりなどが販売されています。それからお酒も名物ですよね。もう完全にスキーをするための駅なんで、こんな風な改札を出たらもう駅っていう感じではない、もうただのスキー場の中にあのホームが一つ取り付けられていて新幹線に乗ることができる、まあどっちかといえばそういう感じかな。あの普段スキーをしない人には新鮮な眺めだと思いますけどね。駅とスキー場が直結してますんで、あんまりガーラ湯沢の駅舎の姿を見に行くということが普通の人はないんですけども、やっぱり鉄道マニアとしては見ないといけません。とまで階段で向かうわけですけど、滑らないようにでしょうね、全部カーペット敷き、そしてこれ一歩の歩幅がねこう長く取られてるのはスキー靴のままでも歩きやすいようにっていうことなのかな。 JR の駅の普通の施設とはもう全く異なっています。はい、それで出てきましたけども、こちらがガーラ湯沢駅舎、なかなか立派ですよね。 GALA、 このガーラという文字には、休日という意味があるそうです。まあおよそ普通の駅とは思えないというか、はっきり言ってスキー場にしか見えませんけども、元はそれでも新幹線の保線基地、こんな風にですね業務用車両の出入り口で駐車しないでくださいとか書いてあって、まあ、要するに新幹線の保線基地の入り口まで、手軽に向かうことができます。まあ行っても入れるわけじゃないんですけどね、雪の時期なんで特に中がどうなってるか分かりませんが、線路上移動するための車両ですね、この裏に囲われたところにガーラ湯沢駅のホームがあります。で、どっか書いてあるかなと思ったんですが、乱れに立ち入ると法律により罰せられます。日本国有鉄道、おお、こんなもん書いてあったのか、これ はっきり初めて見た。あ、これ JR 東日本ってここに書いてあったみたいですけど、これがあれですね、剥がれちゃって国鉄時代のやつになってんだ。へえ、ガーラ湯沢駅にこんな表記があるとは知らなかった。これ面白いな。ちなみに、国鉄時代にはガーラ湯沢駅というものは存在していませんでした。だからここがまだガーラ湯沢駅というあのもの計画もスキー場の計画もないような時に、作られた看板と保線基地であるということ、それがねちょっとこう証拠として残ってるわけですね。これヤフー路線乗り換え案内ですね。ガーラ湯沢から次の越後湯沢までの、3分の、やつを示してみたんですけども、ガーラ湯沢越後湯沢間は、自由席特急料金の100円と、普通運賃の150円を払えば乗ることができるということになっていて、確か博多南線よりもこっちの方が安いはずなんで、日本で一番安く新幹線にの車両に乗れる区間ではないでしょうか。それでもねここが営業的には、新幹線の路線ではないということになっています。これ見るとヤフー路線でもね、JR 新幹線 MAX 谷川と書いてあるんですが、ここから乗るのは確かに特急谷川号であることは間違いないんですけれども、越後湯沢までは、在来線特急谷川号として走り、越後湯沢から新幹線特急谷川号として走るということになっています。秋田新幹線とか山形新幹線と同じような乗りですけどね、あれも、福島とか盛、岡までは一応在来線特急として走ってますよね。だからまあある種ミニ新幹線っちゃミニ新幹線かもしれないな、ここだって。でこの路線がなぜ在来線として扱われているのかというと、法律でですね新幹線というのは主たる区間を、時速、200キロ以上の高速度で走行できる、鉄道、これを新幹線というということですね。新幹線特例法という法律で決められておりまして、まあ、その法律のせいなのかはちょっと知らないんですけども、まあ、少なくとも、この越後湯沢、とガーラ湯沢の間の短い支線に関しては主たる区間を時速200キロ以上の高速度で走ることはできないので、だから、まあ、新幹線の定義からも外れるということになるのかと思います。まあ、一方でですね、その新幹線特例法、確か正式な名前は、新幹線の安全運行を、阻害する行為の処罰に関する法律みたいな、そういう名前の法律があるんですけども、まあ、それによると、新幹線鉄道には、手軽に入ることができないようにこう、柵とかね、そういうのをなんか設けて、遮蔽しなければならないみたいな、そういう確かルールがあったはずなんですが、ここはね、在来線で、新幹線ではないにもかかわらずそのような柵が設けられています。まあ、単純に JR としても新幹線の土地に知らない人が入ってこられたらもうただごとじゃ済まない、そんな困るんで、JR としてもそんな法律がなくても柵をつけるだろうとは思うんですが、まあ、それ以上にですね、ここはもともと上越新幹線の越後湯沢の保守基地でありますガーラ湯沢駅という以外にもね、だから新幹線の設備なんですよ、やはりここは。なんで、営業上は確かに新幹線としては扱われていない、在来線として扱われているけれども、こういった防護面に関しては、新幹線と同じだけの設備が必要となるというわけです。
ちなみに正しい名前調べてみたら、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法ということでしたね。昔はね、これはね、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法という名前だったんですが、だんだんそれが山陽新幹線とか伸びていきましたので、東海道新幹線だけではダメだと今の法律の名前に改められています。ちなみに柄湯沢駅の前見るとですね、ずらっと車が並んでますが、実は結構ここは自動車で来る人も多いスキー場なんですね。なかなか人気があるそうです。まあ、なんで、ナンバーとかを見ると遠方から来ているということがよくわかります。でそれから、ここはね、すぐ真下を見ますと、在来線上越線が、このすぐ下を走るようになっています。わかりますかね。上越線からだとよく見えるんですけど、あ、こっから見えるわ。上越線の、架線と線路が張ってあるのが見えます。こっから先の区間のね、この雪晴れの中を上越線でたーっと走っていくのが本当に素晴らしい景色なんで、晴れてる日に、ね、ぜひ乗ってみてもらいたいんですが、まあ、しかし、新幹線でここのガールユーザーに来た場合もですね、ガールユーザーのゴンドラに乗って、このゴンドラも、まあ、一つ、架空作動ということでガールユーザーから の乗り換えのできる、まあ、要はロープウェイですが、ここからロープウェイに乗り換えてスキー場の山の上へ行ったところから見下ろす景色も大変素晴らしいそうで、今日はそれを見に来たわけでした。というわけで車止めの反対側の方までね、今度はやってきたんですけども、周囲この先危険、ああそうですかって感じですが、別に行っちゃいけないということではないんですね。この先が危険なのはまあ注意しろということで、立ち入り禁止じゃないならまあ危険を犯して進みますか。ちなみにガーラユーザーからお乗り換えのゴンドラというのはこちらです。大人数で山の上の方まで登っていきます。1日のフリーパスが1800円だそうです。だから乗るだけだったらね、これで山の上まで行って景色楽しむだけっていうのも、まあ、ありかもしれない。山の上がどれぐらい景色がいいのか私ちょっとまだ分かりませんけど、ものすごい感覚で走ってますよ。駅の放送でもね、行ったらいいのにね。ゴンドラはお乗り換えです。 JR 東日本ご利用くださいましてありがとうございました。でその駐車場の隙間を縫って河原湯沢駅の裏に来ました。ちょっと足元がぐちゃぐちゃで嫌なんですが、ここに足をかけてですね、ホームが見えますよ。これほらほらほら、ここなんかさっきよりも柵がちょっとこうなんかね、簡素な感じになってますけど、パイプでも作ったやつ、もともとはこの高さだったんでしょうね。でも駅ができて人がたくさん来るようになると、まあ、ちょっと手軽に敷地に入れるようになってんじゃまずいということで、多分このパイプで付け足したんだと思います。まあ、これだってね、普通の人はこの越えて入るってのはまあ相当難しいですから、まあ、本気でやればそれはフェンスをこうよじ登って越えるってことがどんなものでもできちゃうわけでして、限界はありますけども、十分な立ち入り防止対策なんじゃないですか。じゃあそろそろこの動画終わりにしようと思ったらね、駐車場の、この構造物なんですけど、これレールでできてるよ。いつのかな、多分この部分は私ガーラ湯沢駅ができた時に駐車場として作ったのかなとか勝手に思ったんですけど、まあそうではなさそうですね。これを見るに多分もともと国鉄の、保守基地として作った時にこのレールの坂を作ったんでしょう。まあ、今雪がねこう固まってるからよくわかりませんけど、これ結構柵としては隙間が大きくてガバガバなのではないですか。なんかこの簡素な作りはね、もともと国鉄職員の専用の土地だったから、まあ、一般の人が通ることをわざわざ考慮することはないので、こういう風になったと、いうことを感じさせますけど、もともとこの敷地に普通の人が立ち入ることはまあ多分できなかったんでしょうね。それを一般客向けに開放したって感じじゃないですかね。こういう風なねレールを使って、工事をするっていうのは、まあ、今の JR とかではないし、多分ガーラ湯沢駅を作るっていう時にはもうやってなかったんじゃないかと思うんですよね。でもこの手の構造物にしてはわざわざ銀色の塗装までしちゃって結構手が込んでるから、まあ、もしかしたらどっかで余っていたレールを切ってこのように使ったのかもしれません。おーすごい、こんなところにトイレがある。場所はこういう感じのところなんですけど、化粧室って書いてあるから使っていいんだろうな。どんなトイレなのか、トイレ大好きな私としては気になりますけど、あ、意外とちゃんとしている。どう見ても関係者用のトイレを開放してもらってるっていう感じだ。だってもうトイレの反対側は JR の駅によく取り付けられてるこの暗証番号式のこの鍵になってますからね。向こうは JR の方とか、まあ多分スキー場の方とかが使うんでしょう。でこっちは一般客用の通用口、よいしょっと。じゃあこの辺でいいですかね。ガーラ湯沢駅の紹介はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、スキーとかするんだったらね、面白い駅だと思いますんで、滑る前か滑った後か、ぜひちょっと時間を割いてもらいたいと思います。どうもありがとうございました。
でこのガーラ湯沢駅なんですけど、ごめんなさい、最後に、ね、一つ皆さんにお伝えし忘れてたことがありましたんで、これがあの路線図なんですが、こんな感じでね、あのちゃんと在来線の方に、ガーラ湯沢駅が組み込まれてるんですよ。ガーラ湯沢の隣が越後湯沢、その次は、まあ、新幹線であれば、縄文高原か、もしくは浦沢ということになってるんですけど、ちゃんとね在来線としての路線図が用意されています。直通列車は1本もないのにね。で、これがその在来線用の券売機です。新幹線の車両しか来ませんが、在来線用の切符がここに用意されていて、新幹線の特急券をこのように買うか、もしくは、普通の在来線の普通運賃の切符を買うこともできるようになっています。で入場券は販売してるんですが、あの普通の時間は改札に入ることができないのはちょっと気をつける必要があるでしょう。でさっき言いましたように、新幹線の出発時刻には結構ムラがありまして、スキーで帰るような人をね、あの来るまではあの変なお昼とかには新幹線の東京方面は出さない、だから発車時刻をよくお確かめくださいと書いてあります。越後湯沢までのご利用では無料シャトルバスを利用した方が早い時間帯があります。越後湯沢駅とこのガーラ湯沢の間、駅の目の前からシャトルバスが出ておりまして、それを使うとですね、まあ、5分10分ぐらいかな、行けてしまうわけですけど、結構本数もあるんですね。またこのガーラ湯沢駅周辺にも、越後湯沢温泉の旅館などがあり、場合によっては越後湯沢駅を使うよりもガーラ湯沢を使った方がその旅館までのアクセスが容易という場合も多分あると思います。まあ、普通の旅館まではあの送迎があると思うんですけどね、まあ、タクシーで行くんだったらガーラの方が近いということもあるのかな。じゃあとりあえずここまでです。どうもありがとうございました。